長妻昭君。長妻君。立憲民主党の長妻昭でございます。よろしくお願いをいたします。まあ、先ほどですね、日本でコロナワクチンの第1号の接種というのがなされたということで、接種を受けたですね、東京の院長先生のコメントも入ってきているようでございます。今続々とですね、コロナのワクチン接種が今日から順次今始まっている最中ということでございます。改めて総理ですね、このコロナワクチンにかける思い、この意気込みを総理の原稿を読むんじゃなくてですね、総理の口からですね、国民の皆さんに今日初日でございますので、お話をいただきたいと思います。内閣総理大臣、菅義偉君。今日から始まりました、このワクチン接種。これについては、国際的には発症予防、重症化予防の効果が期待をされており、今般の感染拡大防止の決め手になるものだと、このように考えております。国民の皆さんが自らの判断で、このワクチンを接種いただけるよう、政府としてはしっかりとした環境を整えて、国民の皆さんに、その例えば副作用とか、そうしたことも含めて、情報をしっかり公開する中で、しっかりこの接種を行って、このコロナとの戦いの中でですね、何としても収束に向かしたい、このように思います。長妻昭君。決め手というお言葉があって、本当に決め手になってほしいと私も思っております。そういう意味ではですね、ワクチン接種に関しては、これ、総理ですね、自分がこの全責任を負うんだと、そういう覚悟というのは終わりですか。内閣総理大臣、菅義偉君。私自身、昨年の9月16日に内閣総理大臣に就任をしてから、まさに何といっても最大の課題は、コロナの感染拡大を阻止することでありました。これに向けて、全責任は内閣総理大臣たる自分にあると、そういう思いの中で、今日まで全力で取り組んできました。そしてその中で、このワクチンというのは、先ほど申し上げましたように、収束に向けて大きな期待がある、このように思っております。長妻昭君。はい。それでですね、私も多くの方からいろんな聞かれることが多いんですが、その中の一つにですね、まあ、素朴な疑問として、欧米に比べてなんで接種が遅れたんだろうと、こういうことがよく聞かれて、で担当の大臣からはですね、いろんな河野大臣や田村大臣からいろんなお話はこれまであったと思うんですけれども、これ全体を統括する総理としてですね、まあ、総理の口からですね、国民の皆さんにこういう理由だから、遅れているんだというのを分かりやすく、今日初日でございますので、総理の口からご説明いただければありがたいと思います。内閣総理大臣、菅義偉君。私自身も、早くならないかということで、何回となく厚労省をはじめ関係者と打ち合わせをしました。いろんな中で、まずワクチンの承認が諸外国と比べて遅い、こうしたご指摘があります。我が国は欧米諸国と比較をして、感染者数が一桁以上少なく、治験での発症者数が集まらず、治験の結果が出るまでにかなり時間を要する。これがまず一つ。また一方、ワクチンは人種差がこれ想定されて、欧米諸国の治験データのみで判断するのではなくて、やはり日本人を対象にした一定の治験を行う必要がある。さらに有効性、安全性に配慮した結果、時間を後者の中で要したことは事実だというふうに思います。そうしたさまざまなご指摘は
真摯に受け止めさせていただいて、なんとか今日始まりますので、ある意味で慎重にではありますけれども、遅れを取り戻さないような形で、多くの国民の皆さんに、一日も早くですね、この接種をできる環境をしっかり作っていくのが、これは政府の責任だというふうに思っています。長妻昭君。今、総理がおっしゃった理由も、私、一つあると思います。つまり、いろいろな知見の関係で承認が遅れたということですね。日本のですね、安全性を確認すると、これは分かるんですが、ただそのもう一つですね、そのワクチンの物を抑える、これは承認と関係ないんですね、承認が出る前に、あらかじめワクチンの物を、ものを抑える、契約をして確定させると、私はですね、そちらの非常に不備もあったんじゃないかというふうに私は考えているんでですね、それについて一点お尋ねするんですが、総理はですね、昨年の7月には官房長官でおられたと思います。ちょうど昨年の7月、動きがありまして、ファイザーとですね、厚生労働省との間で、田村大臣責任者でですね、基本合意というのがございました。これも相当、加藤大臣か、去年の7月ですね、失礼しました。加藤大臣、厚労大臣との間で、基本合意というのがございました。で、その時にですね、いろんなハードな交渉があったというのは聞いております。私も実は10年前、厚生労働大臣として新型インフルエンザの関係でですね、相当ヨーロッパの企業とやりましたから、相当ハードでありますけれども、それで基本合意を今年の6月までに6000万人分を確保するという基本合意を昨年の7月にですね、ファイザーと結んだと。ただその時にですね、私はもう少し強く押してですね、包括的契約まで持ってってですね、そこで今年の6月の6000万人分のワクチンを確定できたんじゃないのかなと、何かまだワクチンが出来上がってないというようなこともあり、ちょっと詰めが甘かったんじゃないかなという、非常に私、残念な気持ちがあるんですね。で、その時に総理はですね、官房長官として相談を受けておられたと思います、昨年の7月にですね、この基本合意がですね、ぐだぐだになって、今、今年の6月までに6000万人というのが保護にされている状況でありますので、これは去年の7月、6月の官房長官として反省というか、何かご感想というのはございませんか。内閣総理大臣、菅義偉君。私自身、当時、官房長官として、ワクチンというのは、極めて大事だという認識がありました。そういう中で、この交渉については、厚生労働省だけでなくて、外務省も入れて、オールジャパンである、そういう交渉だという指示をいたしました。そういう中で、当時、今言われた分だけが、日本に物は確保する、そういう方向性になったんじゃないでしょうか。ただ、具体的なところまでは確かに進んでなかったわけでありますけれども、とにかく日本に国民の分だけ、確保してという、そういう交渉は当時してました。長妻昭君。それは分かるんですけども、当時はですね、今年の6月までに6000万人分を確保するという基本合意ができたということで、昨年7月、発表があったわけでございますが、それが今、事実関係としては保護にされているんでですね、当時の詰めの甘さというのは、私は検証して、今後の糧にするべくですね、反省しなきゃいけないというふうに私は強く思います。で、このワクチンについての質問はですね、同僚議員がこの後詳細にいたしますので、私はここでやめますが、ぜひですね、そういう意味ではワクチンの接種、速やかに全国民にですね、接種できるような体制、万全の体制をお願いをしたいと思います。そして次にですね、総理と前回予算委員会で議論させていただいたテーマとしてですね、助かる命が助からない、こういうようなですね、議論、
これが進行していた。今はですね、少しはその重症のベッドがですね、緩和されているんですが、ただ逆にですね、重症の方が高齢者を中心にですね、長く入院されておられて、なかなかベッドがまだ開かないという状況も、いまだに予断を許さない状況が続いております。で、総理はですね、前回の私の質疑でですね、入院できずに、助かる命が助からない件で、実態を総理、把握しているのか聞きましたところ、入院できず自宅で亡くなった例は聞いていると、しかし全国一律ではないということで、全国一律の調査はしていないというようなお話が総理からございまして、で、私ですね、実は前回の質問のときに、警察にですね、お伺いをして、いわゆる変死ということで、警察がですね、検死をした例、そしてコロナで陽性の方というのは何人ぐらいおられるんですかと聞きましたところ、200人を超えるという警察からお答えがあって、で、私はその後ですね、今日質問に備えて、その200人以上の方の死因を調べてくださいと、死因をですね、そして今日初めてそれが出来上がったということで、刑事局長、ご報告いただけますか。警察庁藤本刑事部長。刑事局長ですね。藤本刑事局長。お答えをいたします。令和2年3月から本年2月10日までの間に、検視等により警察が取り扱った新型コロナウイルス陽性死体は261件でございます。その死因につきましてですが、医学的な見地からご遺体を検案し、これを判断した検案医等からの聞き取りにより、警察が把握しておりますのは、難易死、つまり病死と判断されたものは221件で、この内訳は、その疑いがあるとされたものを含めて、新型コロナウイルス感染症114件、肺炎51件、その他のもの47件、また負傷とされたもの9件でございます。また、不慮の事故等の外因死は32件と。以上でございます。長妻昭君。まあ、変死という形で事件性があるというようなことで、検視をされて、結果としては事件ではなくて、新型コロナウイルス感染症だったという疑いということで、114件、114名ということですね、命ですから。で、これが今日いただいた資料でございますけれども、これ例えば都道府県別に新型コロナウイルス感染症の疑いという方は、多い順に3つの都道府県でそれぞれ何件か分かりますか。警察庁藤本刑事局長。この新型コロナウイルス感染症が死因とされたもののうち、取り扱いが多い府県でございますが、東京都37件、大阪および兵庫県、それぞれ12件という状況でございます。委員長。長妻昭君。それで総理ですね、これ初めて出た数字なんでございますけれども、で、助かる命が助からなくなるというのは、これ、コロナでいろんな大変なことはもういろいろありますけれども、ただ、この助かる命が助からなくなるっていうのは、国家としてですね、絶対にこれを起こしてはならないことであると、その入院していれば助かったのにですね、入院できないと。税金も払い、保険料も払っている方がですね、そういうことは絶対に起こしてはならないと、これについてはですね、また第4波が来る、また今回だってこれ、収まるかどうか分かりません、収まる速度が鈍化しているという専門家の意見もございますので、そういう意味では総理ですね、これをぜひ分析をしていただいて、これ、警察にとどまってるんです、この情報は。いろんな役所にですね、これをちょっと分析してですね、どういう状況だったのか。本当にですね、涙を飲んで、孤独にですね、コロナでお亡くなりになって、病院にも行けなくて、そういう方々がこの数字の裏にたくさんおられると思うんですよ。
総理ぜひですね、これをちょっと全省庁でいろいろ分析をしてですね、原因解明をする、原因解明しないと対策は打てないということでございますので、ぜひ総理の最後、見解をお願いいたします。内閣総理大臣、菅義偉君。国民の、命と暮らしを守る、これが政治の責任だと思っています。そういう中で、自宅療養中や宿泊療養中に亡くなられた方については、大変申し訳なく、心からお亡くなりした方のご冥福をお祈りを申し上げる次第でございます。その上で、こうした方について、引き続き適切な実態把握、こうしたものに努めていきたい、このように思います。長妻昭君。実態把握のみならず、本当に分析をしてですね、全省庁を挙げてですね、こういうことが起こらないように、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。で、次にですね、年金の問題に行きますけれども、これ、昨日ですね、厚生労働省の年金局から2つの新たな資料をいただきました。今まで明らかにされてなかった資料でございますけれども、1つは今、皆さんにお配りしているメールでございます。でこれはですね、日本年金機構の法令等違反通報窓口に来た、どなたかから来たメールの実物でございますが、今日はですね、年金機構の理事長、水島理事長にも来ていただいておりますので、このメールについてですね、ここにですね、マイナンバーが流出しているということで、具体的に個人の方のマイナンバーの番号もこれ書いてあるんですが、このマイナンバーの番号は本物の番号でございますか。日本年金機構、水島理事長。お答えをいたします。ご提示をいただきましたメールは、2017年、平成29年でございます。12月31日に、当行のホームページにの法令違反通報窓口に寄せられた匿名メールの写しでございます。および、この内容は30年分の公的年金等の受給者の扶養親族申告書に記載された個人情報が、中国のインターネットで見られるようになっていると記載されているか、2枚目にはインターネットから到達されている申告書1件分の個人情報が記載をされております。個人情報が記載されております。マイナンバー、このマイナンバーも記載されております。このマイナンバーが正しいものであるかということに関しましては、私どもとしては、ここで確認をさせていただくことは差し控えたいというふうに思います。ただし、当機構といたしましては、この通報メールを把握も直ちに調査に取り掛かっておりまして、外部の専門事業者の調査等を実施いたしました結果、マイナンバー等を含めまして、情報流出は生じてないというふうに判断をされ、また委託事業者から中国の事業者に再委託された情報に関しましては、氏名と振り仮名のみであったという報告を受け取ります。長妻昭君。これちょっと今の答弁、ずいぶん昨日水島理事長とお会いしてお話を聞いたんですが、そことちょっと違う答弁になっているんですが、これはそもそもですね、3年前にですね、正規格というですね、東京都の豊島区にある会社がですね、年金のデータをですね、厚生労働省から入力してくださいということで受託したと。で、受託したらですね、それをまた再委託しちゃいけないんですね、契約上は。ところが、中国の会社に再委託しちゃったと。しかも500万件再委託しちゃったと、とんでもないということ、大騒ぎになりました、国会でですね。それで、何を委託したんだと、流出したら困るだろうということで調べたらば、結局ずっと答弁はですね、いやいや、それは年金のマイナンバーとかですね、住所とか、あるいは配偶者の年収とかですね、そういう情報は出てなくて、それは名前とかな、名前と振り仮名だけが500万件入力を委託しただけだよということで、結局終わったわけですよ。まあ処分も多少ありましたが。その時にですね、このメールは一切公表されなかったわけですね。
で、これは私は見てびっくりしたのは、ここにマイナンバーも書いてあるわけでありますし、あるいは年収も書いてあるわけでありますし、そして昨日ですね、確認いたしましたら、水島理事長はですね、これは実在する人物で、マイナンバーも年収も、これ、正しい情報であると、だからびっくりして調べたんだと、私に昨日おっしゃったんです、朝9時半に私の議員会館に来られて、そういうふうにおっしゃいましたけれども、それはじゃあ、マイナンバーはこれは正しくないものだということなんですか、さっき答弁でおっしゃいましたけど。日本年金機構、三島理事長。お答えをいたします。2枚目にのメールにございます、黒塗りの部分でございますが、そこの部分には、個人情報の保護の観点から黒塗りをさせていただいておりますが、マイナンバー配偶者氏名、生年月日、配偶者の年間所得等が記載をされております。これに関しまして、基本的に正しいものだというふうに考えていますが、正しい情報であると、ご本人の情報であるというふうに考えておりますが、マイナンバーについて、現時今、私がそれが正しいということを確定的に申し上げるわけではありませんので、今、差し替えたいと申し上げました。委員長。長妻昭君。正しいけれども、確定的に申し上げられないから控えるっていう。ちょっと意味がなかなか分かりづらいんですが、じゃあ、いずれにしてもですね、これはどっから流出したのか、これ、マイナンバー流出してるわけですね、この方はどなたか分からない方がメール来たわけですけど、どっから誰が流出させたのかというのは、確認はできてるわけですか。水島理事長。お答えをいたします。先ほど申し上げましたが、当機構では、この通報メールを受けましてから、専門的、技術的観点から外部の専門事業者によって調査を実施いたしております。当該事業者は、の報告によりますと、どこから、はい、どこからかと。どこから流出したか、これが。まずその流出をしてないということを申し上げているわけでございます。我々の調査によりますと、流出をしてないということを申し上げているわけでございまして。じゃあ、委員長、はい、ちょっと急いでいいですか。長妻昭君。意味わかる。ちょっと一体止めてください。いや、もう一度。じゃあ、水間理事長と。水島理事長、答弁が昨日と今日で異なるという指摘がありますが、それはどのようになるんですか。じゃあ、もう一回聞きます。はい、もう一回質問してください。これ、水島理事長ですね、ちょっと時間をあれなんで、つまりですね、ここのメールにあるマイナンバーとかですね、その年間所得額ですね、配偶者の住所、名前。これは実在する人物の本物のデータだったのか否かというのをまず確認をして、かつですね、その上、このメール、このデータはどこから流出したのか、盗まれたのかという流出経路は分かっているのか、その2点だけ端的にお答えいただければ。日本年金機構、三島理事長、ただいまの2点についてお答えください。まず流出した、この情報が流出をしたと申しますか、私どもに提供されたことは事実でございます。しかし、それが情報として流出しているかどうかということについては確認をされておりません。で、従いまして、どっからこれ、盗まれたの、それは分かりません。いやいや、これ、正しいですか、情報は。本物かどうかはどうですか。情報の内容は正しいです。正しい。はい。長妻昭君。これ、聞いてる方、不思議に思いませんか。情報の中身は正しいと。でも、何者かが通報窓口にこういう情報がネット上で漏れてるよというメールを年金機構に起こしたと。でも、
この情報は流出してないとおっしゃいましたよね。じゃあ流出してなかったら、これは誰が、内部の人がいたずらで送ったということですか。日本、これちょっと調べなきゃいけないんじゃないでしょうか。水間理事長、水間理事長、その上で厚労大臣に。はい、その情報が私どもに提出、メールとして私どもに提示されたことは事実でございます。しかしながら、その情報が私ども以外に流出しているかということに関しましては、確認をされていません。これどこから流出したの？どこからであるか分かりません。分からない、委員長。はい、長妻昭君。まあ、今分からないというお話ありましたので、これ、確認、重大ですから。そしてですね、もう一つ田村大臣にお伺いしたいのが、このですね、3ページ、4ページ配布資料でございますけれども、これは厚生労働省の部会のですね、下の部会の中にですね、この問題の、これ、正規格のですね、時に、問題が起こったときに、検証作業班というのが作られて、そこの中間報告書のですね、作業未了の未抵抗というものを、これも昨日いただきました、厚生労働省に。そしたらちょっと私、驚いたんでございますが、この4ページ目ですね、4ページ目の中国事業者への情報漏洩について、これ、国会で先ほど申し上げました大問題になって、加藤当時大臣も答弁されました、マイナンバーなんか漏れてないみたいな趣旨のですね、でここに書いてあるのは、中国事業者への情報漏洩について、こういうふうに書いてあるんですよ、ちょっと驚いたんですが、中国の事業者には氏名、振り仮名のみが開示されたとされているが、実際にはその他の情報が開示されていた可能性があると、つまり当時は、いや、漢字とか振り仮名だけですよと、他は一切言ってませんと、こういうことだったんですが、その他の情報という可能性があるということなんで、断定しませんけれども、それがそちらのメールの話とリンクしていたとしたらですね、仮名と、振り仮名と名前は500万件が流出しているわけですから。仮にそういうことがあるとすればですよ、これ、大変なことではないかと思いますし、なんで当時ですね、正直にメールを開示しなかったのかなという疑問も残るんですが、ぜひ田村大臣、きちっと徹底調査していただけませんか。厚労大臣、田村典久君。これも委員もですね、経過はよくご承知だと思います。こういうことがあって、セキュリティをしっかり見ていただく、正規格とは別の IBM に見ていただいておったんですが、そこが第三者を入れて検証した結果ですね、いろんなパソコンやサーバー全部調べたわけですけれども、結果、やはり氏名と仮名しかないということで、評価をいただいた、第三者にも評価をいただいたということであったわけであります。ただ、その後ですね、言われる通り、委員の中で、いや、やっぱりそうじゃないんではないのか、長妻委員がおっしゃられる通り、そういうものがあるわけですよね。だからどっかネット上に流れたりなんかしててですね、そこからそういうものがあるんではないかと言われる方もおられます。しかし一方で、この中間報告を取りまとめるにあたって、いや、そうじゃないんじゃないか、これどう調べても、ネット上にもそういうものはないし、あれからもう2年以上も経ってるけれども、何のそういうような事象も出てきてないと、だからそうではないのではないかという委員もおられて、結果的にこれ、中間報告案ですが、結局、中間報告になってないんです、つまり意見がまとまらなかったと。まとまらなかったということなんです。ですから、中で結果的にはですね、今ですね、そういうことを認められないという今、形になっているようです。ただまあ、どういう事情なのか、私、その認める方と認めない方がおられるというので、それに関してはですね、委員長に、どういう事情なのかということはお聞きを、なぜその要するにね、そういう意見が割れているのか分かりませんから、それは聞きますが、ただ、中ではそういうことになっておるということであります。長妻昭君。これ、私もですね、これ、今日取り上げたのはですね、このメールにマイナンバーが書いてあると、で正しい情報だと、委員長おっしゃいましたけど、それは初めてなんですよ、今日分かったんですよ、初めて。こんなこと知らされてなかったですよ、3年前、徹底追及しましたけども、なんでこれ出さなかったんですか、3年前、そういうことをおっしゃらなかったのかなと、年収まで、住所まで、名前まで、正しい情報が流出して、これ、ここで言わなかったら調べなかったんじゃないですか。ちょっと次の質問、最後いきますけど、これ、徹底的に調べてください、いずれにしても。
いずれにしても調べてください、加藤さんも当時、厚労大臣で答弁されてますから。で、次、最後いきますけれども、オリンピック・パラリンピックでございますが、これ、総理にですね、お尋ねするんですけれども、これ、私も東京選出の国会議員でございまして、非常に期待はしている一人なんでございますけれども、いろいろ今、候補者検討委員会とガタガタしているなと、で総理はですね、組織委員会の顧問会議の議長だと、ルールに基づいて透明な形で決めてほしいというですね、次期会長について、おっしゃって、ちょっとやめてください、今、相談しないで徹底的に調査していただきたいと思うんですが、総理はですね、ルールに基づいて透明な形で決めてほしいというようなお話をされましたが、実際にその選考委員会は非公開でですね、メンバーも公表しないと、場所も時間も公表しない、ただこれがかえって混乱を招いてんじゃないかと、今ですね、全部のその理事に、マスコミが直当たりしてですね、あなた選考委員会のメンバーですかって、どーっと取材が行って、でホテルも全部特定されて、ホテルの出入り口に全部おられて、マスコミの方がですね、でメンバーも全部明らかになって、一人一人聞き取りして、それ全部テレビ見たら顔写真が全部出てますよ、8人の方の。で、こんななんか茶番みたいな形で秘密、秘密みたいで、今日内定するんですか、すぐもう決まっちゃうわけですか、昨日1時間やって、今日決まる。これ総理、透明性あると思われますか、この選考プロセス。内閣総理大臣、菅義偉君。まず、私自身が申し上げたのは、今、委員からもありましたけれども、森前組織委員長が辞任をされて、その次の方がですね、理事会も開かないで、あたかも決まったような報道がどん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 流れましたんで、やはり私は、そのオリンピックの顧問会議の議長としてですね、それはやっぱりオープンな形で手続きを取って、やはり決めてほしいと。そこは強く申し上げました。ただ、これから今の状況はどういう状況であるかというのは、私自身は正直知りませんけれども、それについて私がまた口を出すべきことじゃないんじゃないでしょうか。それは、その組織委員会の中で、そこはしっかり決められるんだろうというふうに思います。あれだけ決め方、長妻昭君、はい、総理はちゃんとですね、正式に新会長を決定する際には、ルールに基づいて透明な形で決めてほしいと、こういうふうに申し上げているということで、今の形は透明の許容範囲には入っていると、そういう理解でいいんですか、総理。内閣総理大臣、菅義偉君。紙じゃなくて、まだ組織委員会において、昨日、候補者検討委員会が設置されて、1回目が開催された、ただそのどこで開催だとか、それについてどうしようすべきだとか、そうしたことはさすがに私の立場でも申し上げることじゃなくて、やはり組織委員会がそうしたルールに基づいて、透明な形で、決定をしてくださると、くれると、そういうふうに考えています。長妻昭君。透明な形で決定してくれるというのを希望するということなんですかね、うなずいておられますけれども、今、そういうふうになっているのかどうか、疑問の声が上がっていると思います。で、総理に一点またお尋ねしたいのが、当時、川淵さんがですね、記者、ぶら下がりで記者の方にお話しした内容によると、川淵さんはですね、菅総理の名前を挙げられてですね、菅総理からもっと若い人や女性はいないのかと、会長にですね、と言ったそうだということで、川淵さんが直接総理から聞いたんじゃなくて、また聞き、そこの会のどなたか、森会長なのかどうか分かりませんけれども、と
というふうに総理が言ってるという話を聞いたという、そういうことがあるんですが、これ、総理はそういうふうに若い人や女性ということを具体的におっしゃったわけですか。菅内閣総理大臣。私が申し上げたのは、先ほど申し上げたようにですね、選考委員会も開かれない中で、若い人言ってないですか。いや、そこについては言ってません。長妻昭君。若い人とか女性はいないのかっていうのは言ってない、これでもけしからん話ですね、そういう意味では、総理の意向をというか、なんかこう、噂で総理がそんなこと言ってるみたいな話でですね、その流布されるっていうのは、なんかこう、不透明というかですね、逆に。どういうふうになってるのかなということで、私もちょっと疑問を持ってくるんですけれども、でもう一点ですね、オリンピック・パラリンピックの件で、私、これ、政治がですね、やる意思を持つっていうのは、これは別に悪いことじゃないと思いますが、ただ、最終的に決定するときに、専門家の意見を聞かずにですね、非科学的に、このアメリカの大統領も科学的っていうことをおっしゃっておられるんで、やはりですね、そのオリンピック開催の可否のみならず、開催するにしてもどういう形態で開催するのがいいのかどうか、政治が初めから終わりまで決定するんではなくて、科学的、つまり科学者の専門家の見地を十分に入れていく、意見を聞いていくと、白紙の状態でですね、そういうことが必要じゃないかなと。いうふうに思うんですが、これ、総理はどう思われますか。菅内閣総理大臣。まず、東京大会については、昨年7月の IOC 総会において、本年7月23日から競技スケジュールと会場が決定をされています。IOC バッハ会長とも、東京オリンピックは必ず実現することで一致しており、先日、バッハ会長は各国、世界の各国の、科学的各国の団体に確認した上で、東京五輪の7月の開催に完全に集中し、コミットする旨を表明しています。安全安心な大会、これを実現するために、感染対策が極めて重要であるの、これは当然のことであります。昨年9月より、各省庁、東京都、大会組織委員会に、感染症専門家に加えた調整会議、これを開催をしており、新型コロナウイルス感染症対策分科会の議論も踏まえつつ、具体的な内容を検討しているというふうに承知をしています。引き続き安全安心な大会の開催に向けて、今、準備をしているというところであります。長妻昭君。これ、総理、よく確認された方がいいと思うんですよ。この調整会議、今おっしゃいました、オリンピックの。パラリンピックの、コロナ対策調整会議、これ、20名以上の委員がおられるんですが、感染症の専門家は2人だけなんですよ、そこに入ってるのは、岡部先生と斉藤先生だけなんですよ。で、やっぱり2人で全体はそうでない方の意見になって、これ、せめてですね、分科会、尾身座長、尾身先生が座長の分科会、GoTo トラベルキャンペーンも聞かれたじゃないですか、分科会に意見をですね。分科会からも意見を出された。で、ちょっと分科会のメンバーの方、何人かとお話しましたけども、なんでオリンピックだけ何にも聞いてくんないんだろうというふうにおっしゃっておられる方もおられるんで、いっぱい知見があるということで、ぜひ分科会の意見もですね、その白紙の状態でどういうふうに可否も含め、形態も含め、私もやりたいですよ、オリンピック。それも含めて、変異株も世界中から来て、そしてそこでまた変異株がですね、もし感染が起こったら、世界中に変異株がですね、また散らばっていきかねないわけでございますので、最後、総理ですね、そのせめて分科会の意見は、いずれは聞くよと、別に明日聞けとは申し上げませんけれども、それはぜひ総理、言っていただかないと、いろんな思惑でスタックしてます、今、はっきり言いましてですね、そこら辺総理、いかがでございますか、またメモが入って。ちょっとダメということが書いてあるみたいでございますけれども、なんでダメなんだろう。総理どうぞ。はい。総理もう時間ありません。内閣総理静かに。時間ありません。静かにしてください。総理。
いや、時間ありませんから。内閣総理大臣。総理に聞いてんです。ちょっと待ってください。そう、総理、はい、どうぞ。内閣総理大臣、菅義偉君。私はこの会でも、ここで申し上げてますけれども、感染症専門家の知見、こうしたものを踏まえながら、安全安心な大会を開催することができるように、検討を進めているということを申し上げております。分科会、その専門家、分科会も入ってますか、それ。橋本国務大臣。いいです。じゃあ、委員長、いいですか。これで終わります。終わります。もういいの。終わります。もう時間が来ましたから、私の方が迷惑かけますから、はい、後の方に。はい。じゃあ、最後、ちょっと一言だけ言いますと、分科会だけですね、なんで外すのかなと。私は分科会の意見をすごくこれまで日本はですね、尊重してコロナ対策進めてきたのに、オリンピックだけなんで分科会外すのかと、外すとしたらですね、総理、ダメですよ。よろしくお願いします。この際、中島克人君から関連質疑の申し入れがあります。長妻君の持ち時間の範囲内でこれを許します。長島